ちは。こんにちは、豊さん。後半戦も始まりまして久しぶりだな。そうですね、前回でできなかったからね。ね、そうですね、なので、はい、まあ今回は振り返りというよりも、はい、まあ次戦の、うん、まあ今日からね、はい、対戦するこのカードの新しいカードに対しての予想を、はい、ちょっと振り返り、そうですね、前回のカードの振り返りを踏まえての予想、まあ入れながらね、うん、やっていきたいと思いますが、はい、巨人 DeNA ね、ホームラン構成になるかっていうふうに書いてあるんだけども、はい、というのは双方のチームに言えることが、うん、やっぱホームランで勝つチームなんだよね。で特に、まあ、巨人はホームランが出ないと非常に苦しい、なんか重いゲームになる、はい、でこう 前回ね、あの中日戦では、うん、そのホームランで勝ったんだよね、うん、はい、でホームランが出てそれから勢いづいて、得点を重ねていくという、うん、そういう試合が得意でさ、やっぱ巨人が DeNA に対してどのぐらいのホームランが打てるか、まあこれが一つの鍵だなという、うん、で DeNA の方も同じような感じなんだよね、打線は、はい、やっぱホームランで活気づくという、うん、ただつなぐ試合になった時には、まあ、DeNA の方がつなげる可能性が今のチーム状態ではある、うん、だから巨人がいかにホームラン攻勢で勝てるかということだよね、はい、ちなみに磁石がついているところが豊さんの予想を勝ち越すチームということですね。そうだね、はいはい、ということで巨人はホームラン攻勢になると、まあ巨人が勝つ、勝つかなっていう予想ですね、はい、はいはい、で中日阪神、はい、早速なんか真ん中にありますけど、真ん中ちょっとねこれはねちょっと難しい、うん、なんで難しいか、はい、広い球場での戦い、うん、バンテリンドームでやるんだよね、はい、名古屋の本拠地ね、中日の本拠地でやるんだけども、はい、やっぱり中日の投手陣っていうのはやっぱりいい、うん、やっぱ防御率も12球団でトップかな今、うん、まあそのぐらいの投手陣がいるし、はい、なかなか阪神もあの佐藤だとか、うん、そういうメンバーがホームランにならないだろうと。なるほど、まあ規格外だけどね佐藤は、うん、田淵さんの記録に今の時点で22本、もう抜いちゃったから、はい、新人記録ね阪神の、はい、だからそのぐらいもうあの佐藤は脅威になってるんだけども、はい、中日から阪神を見た時に一つ言えることは、これはもう明らかになったんだけど、佐藤にやっぱ打たさない。なるほど、佐藤を抑え込む、それによってチームが重い攻撃になる。で佐藤が打つとやっぱ雰囲気が変わる、うん、これはやっぱりね中日側からすると気をつけなきゃいけないし、うん、阪神の佐藤は絶対そこを打ち破っていかなきゃいけないという。ただ広い球場でじゃあどうするか、阪神は足が使える、9回ね同点の場面、負けてる場面でも走れるだけのスペシャリストがいる、うん、上田とかね、はい、まあ中日の方も足を使い出してきてる、うんうん、だから非常に面白い対戦になる。なるほど、そこで引き分けなんだよね。そう、悩みまくってどっちに置こうかなって真ん中にってよくなりましたね。そうだね。ただ阪神はやっぱこうホームランが定期的に出たりだとか、うん、走塁面 だとかロハスだとかそういうものが当たってきてるから、はい、結構中日の投手陣を打ち込むようなことがあれば、まあ、阪神に偏るよね。まあ、広い球場なのにこう佐藤選手がホームラン打ったりとか、うん、こう活躍をするともうこれはああもうここはもう阪神にすぐになってしまう、うんうん、そこをで中日は打てないからね、うん、防御率が低いのになかなか勝てないというのはやっぱ点が取れないということですよね。点が取れない、うんうん、点が取れない、あの配置も打順の並びも、うん、まあ一番強打、強打はいいよね、ハマってる、はい、だけどまあ俺は2番に大島を入れて、はい、3番にどの上の方がいいと思う、流れが、うん、それはなんでかっていうと得点圏打率がいいやつが並ぶから。なるほど、うん、だからちょっと打線をいじっても面白いかもね。なかなかこう中日の打線がまだこううまくはまらない感じですか。うまくはまらないな。うん、うん、はい、広島ヤクルト対照的な侍、はい、というと打線の中に侍2人ずついるんだよ、はい、そうですね、まあ、鈴木誠也、はい、菊池、はい、村上、山田、はい、で村上、山田、村上っていうのは、はい、やっぱ当たってる、あの後半戦もホームラン出てるしね、はい、でポイントになるホームランも打ってる。で対照的なのは鈴木誠也、菊池は全く当たってないという。うん、なるほど。だからこ、まあ、ここら辺の戦いなんだけどさ、うん、やっぱり優位なのはもうヤクルトだよね、はい、でヤクルトはやっぱ
そのなんていうの、巨人阪神には多少弱いところがあって、うん、でも下位に強いから3位という位置をキープできてる。なるほど。だから絶対取るこぼしはしちゃいけないし、ヤクルトの投手陣は鈴木誠也菊池を起こさないようにしとかなきゃいけない。なるほど。まあ、そこの戦いだと思うよ。うん、山田村上はおそらく打ってくると思うから、はい、だからまあヤクルト優位かなっていうようなね、そんな印象を受ける。はい、ね、じゃあセ・リーグはそんな感じですかね。はい、はい、パ・リーグ、はい、パ・リーグ、ね、日本ハム楽天、はい、ね、楽天はソフトバンクに苦戦した、うん、ね、で日本ハムはオリックスに、まあ、前線した、はい、で前線したけど負けたけどね、うん、だけど、まあ、絶対3連勝って書いてあるのは、はい、もうやっぱり雰囲気が今どん底状態じゃないかなと思えるぐらい、まあ、そうですね、まあ、チームの士気っていうものは上がってないし、ちょっと苦しい状態にあるよ ね、 日本ハムはね。ちょっと前半戦の後半ちょっと復調かなって思う瞬間もあったんですけどね。まあ、そういう雰囲気はねあったけどね、はい、でも若手も頑張ってるしさ、はい、まあ、なんとかね、うん、一応報いたいっていうふうに思ってるかもわかんないけど、うん、まあ明日の、まあ、今日の先発か、はい、マー君が投げる、うん、まあ、マー君からずらっと則本とか投げてくると思うんだけども、やっぱここは絶対3連勝しなきゃいけない、うん、優勝するためにはね、はい、だから日本ハムが元気だったらさ、うん、こんなことは書かないけど、はい、今日本ハムがちょっと弱ってる状態だから、うんうん、まあ絶対3連勝はしなきゃいけないカードになってきてるということだよ、はい、だから逆に言えば楽天がここで3連勝できないとなると、うん、ちょっとね危ないし、まあ、楽天もここは絶対3連勝って狙ってくると思うんだけど、はい、そのプレッシャーに打ち勝ってやっぱ3連勝しないと今後も危ないよということだよね、はい、うんうん、なるほど、はい、でオリックス西武、はい、西武の打線は当たってる、比較的ね、はい、山川も復調してきた。そうですね、うん、だからホームランも出してるし、うん、おかわり君もいいし、はい、で栗山の2000本というモチベーションもあるだろう、うん、だから非常にね当たってるのは当たってる、はい、だけどオリックス満を持して山本が投げる、なるほど、侍のエース、はい、ね、だから初戦必勝、初戦にオリックスが勝つようなことがあるともう勝ち越しはするよ、うん、これなぜかというと山本が投げるとやっぱ当たってる西武打線を抑え込むということね。そうなってくると西武打線が山本によって狂わされるっていうこと、やっぱ初戦のピッチャーってやっぱ3連戦の頭に投げる、どういうピッチングをするかによってその3連戦が決まるっていうふうに言われてるんだよね、うん、それに山本が投げてくるっていうのはやっぱこう山本が初戦必勝、はい、勝つようなしっかり勝てれば、うん、やっぱ西武打線っていうのはちょっと下降気味になるかなっていうふうに思ってる、うん、だからオリックスが勝つという、はい、はい、最後、はい、ね、ソフトバンクとロッテ、うん、ね、無失点記録継続という、はい、ね、というのはソフトバンクの投手陣ですかね。これはすごいよ。はい、まあ、あの後半戦4試合しかやってない、雨で中止になったりとかして、その4試合全部完封だから。前半戦の最後からつながってる、そう、つながってるんだけど、記録ですよね。そう。で、42イニング、はい、イニングね、はい、無失点、完璧だよ。この前の楽天戦でも3本のヒットしか打たれてない、それも浅村とオコエが2本、あとはもうかっきし打てなかった、まあ、千賀も良かったっていうこともあるんだけども、ただ圧巻だったのが坂東と岩崎、はい、これが6人に対して5つの三振取ってるんだ、うん、前に飛んだの1個って、もうほとんど完璧だよ今の投手陣って。でもロッテっていうのは今年得点力が一番あるチームだよね、はい、ここをどう攻略をしていくかっていうのは楽しみな一戦ではあるけども、はい、まあなかなかね簡単ではないよ、うん、またこう記録が出てるってことはこう乗ってるっていうこともあってさらに厳しいと思うでしょ。だけどここのピッチャーはプレッシャーだよ、逆に誰が1点取られるんだっていう俺であってはならないっていうようなことで、まあ必殺だよね。それがいい方にね働くといいんですけどね、そうのしかかってきてしまったらちょっと、ただマルティネスっていうのが投げるからまあここらあんまりプレッシャーかからないかなっていうような、まあどう攻略していくかっていうのが楽しみだけど、やっぱりね後半に行けば行くほど力もピッチャーの力も増してくるし、三振奪取率もいいしだからなかなかこう勝ち越すことっていうのは難しい。ただソフトバンクが打てないから、逆にロッテとは
いや全体的に打ってないから、だからそういう意味では真ん中に来る可能性があるね。なるほど。ということは一勝1敗1分けみたいな無失点記録が途絶えてしまうか 0-0 みたいな話ですか。そうだね、はい、だからまあソフトバンクが、まあ、おそらく、まあ、2-3 点は取るでしょう。そうなってくるとロッテは苦しくなるということだよね。だからまあ振り返るとちょっと予想したけども、はい、だけど面白いように A クラスと B クラスの対戦なんだよね。セリーグもパリーグもどちらもそうですね。だからここら辺で上位のチームは下位のチームに、まあ下位のチームって言ったら失礼だけども星を落としてるようだと順位も危なくなるし、はい、A クラスが危なくなってくるっていう、はい、まあ、まあ A クラスっていうよりもその優勝は遠ざかるということだよね、はい、だからまあ本当にこっちは四つどもえぐらいになってるし、はい、こっちは三つどもえ、はい、だからもう絶対こう上位のチームは星を落とさないようにしないと、まあ、大変なことになる3連戦を迎えるということだよね。はい、はい、また楽しみな戦いが、いや面白いよ。はい、本当にね、まあ、見どころはね、これホームランでしょ、うん、でこれ広い球場でどう戦っていくかっていう、うん、でこれは接戦が予想される。はい、これは侍を注目しといたら分かる、はい、でここはもう絶対3連勝もう落とせないということ、はい、でオリックス西武はもう西武のフォアボールを出さない。多いんですよね。多い、380個出してる、はい、ね、この現時点で、はい、一番少ないのが楽天、はい、250ちょっとなんだよ。100以上多いという、うん、無駄なことはしない、うん、はい、オリックスに無駄なことやってたら木っ端みじんになりますよという、はい、ね、でソフトバンクロッテ一番点を取ってるチームと一番抑えてるチームが当たるということで、ね、うん、まあ見どころ満載です。はい、ね、またこの振り返りと次のね予想をしたいと思います。はい、はい、楽しんでください。はい。